カルシャリたち、クリスチャンの教会にて、2009年、カルシャリは、もともとは、ルーマニアのカルシという曲芸的な儀式の踊りについて、その踊りを実践する地域社会の閉鎖的な組織のメンバーたちを指していた。展示で、カルシャリは踊り、時代も指すこともある。儀式や踊りは、ルーマニア南部のウルテニア地域で主に行われており、モルドバなどの周辺地域でも行われている。 カルシャリは、カルシャリ以外にも、カラスリー、カラスリー、カラス、カラッセル、および英語表現で、カルシャリ、コロシャリ、カラスリー、コロシャリなどと綴られている。セルビアとブルガリアのブラ夫人も演じており、似た名前のコルーシャーやコルーシャリとして、ブルガリアでの民間伝承で紹介されている。カルシャリは、カルシュの儀式として二千八年に、ユネスコの無形文化遺産の代表リストに、 登録されている。ルーマニアの南部のオルト県のスラティナでは、毎年カルシャリのフェスティバルが開かれ、それぞれ個別のダンサーチームの独特なスタイルが披露、されている。ルーマニアの歴史学者、ミルチャエリアーデによれば、カルシャリは、空を飛ぶような印象を与える、踊り手たちの能力と記しており、この踊りが、馬を鞭打つようと、妖精ズーネの踊りの両方を表していると、信じていた。 この妖精たちの女王はヘロデアやアラディアとしても知られており、ミルチャイディアーでは神話上のディアーナにも結びつけていた。妖精との関連性から妖精によって犠牲となったと考えられる人々をカルシャリの儀式で自由できると信じられていた。復活祭からペンテコステまでの2、3週間の間に数人のバイオリン弾きと共に踊りが行われ、 すべての関わった地域へと妖精たちは旅をして、その地の人々を治癒していたという。舞踊には、棍棒や剣、旗や木製の馬の頭を持ち、踊り手たちは、お互いを兄弟として扱い、カルシャリの慣習を尊重し、続く9日間は、純潔を守るとグループの旗に誓った。家に帰ると、彼らの旗は地面に固定され、一人のメンバーがそれに、登って、戦争。 愛する人々よ、戦争をと叫んだ。カルシャリの儀式の起源は知られていないが、キリスト教以前の出生儀式と春の儀式に由来する、あるいは古代インドヨーロッパの馬の礼拝に根ざしているとも考えられている。カルシャリについて、17世紀のヨハンネス・カイオーニの楽譜に記されていると、ディミトリエ・カンテミールのデスクリプティオ・マルディバーヤで言及されている。ミルチャ・エリアでは、 儀式の中での宣誓は神の名で行われるが、カルシャリで定められている神話や儀式の筋書きはキリスト教と共通ではないと記しており、少なくとも19世紀にはいくつかの地域でカルシャリの関係者が3年の間、ミサから排除されるといった形で聖職者からの反対があった。宗教歴史学者のミルチャイリアーでは、 カルシャリという言葉は、ラテン語のカバルース由来のルーマニア語カロリーが起源であると信じていた。一般的に受け入れられているカラスの語源は、踊りのグループと秘密組織の両方を意味する古いラテン語の複数形コルージアム、コルージであるが、他の語源も提言されている。その一つは、カラスはルーマニア語で、おしゃべりを防ぐために口に加える小さな木片を指す言葉であり、 この言葉では、人形や、儀式中の沈黙の意味の派生も見られる。また、カラスは、馬の手綱の木製部分を意味し、さらに別の見方では、ルーマニア語カロリーの指称語が、カラスへ派生したとしている。土地の豊かさと戦争に結びつく、馬にまつわる神話を背景に、ある種のカラスの踊りでは馬を模した様が見られる。ただし、現在では、その種の踊りは儀式においては、 主な役割を果たさなくなっている。さらに別の説では、火星を崇拝するローマの神官コ古来サリーに由来するとされている。二人のカルシャリ。コスタカアクシンと撮影。1930-1940年頃、伝統的にカルシャリの集団は、秘密的で男性のみで構成されている、春の儀式に向けた組織である。もともとは部族の戦士の集団の末裔と見られる。 組織の年長の指導者は、儀式の知識と踊りのステップを受け継いでおり、バタフは若くて、独身の身体能力の高い男性の参加者たちを、カルシャリに勧誘する。男性の参加者は独身でなくても良いが、儀式の期間中、メンバーは、女性との性的接触がタブーであり、既婚者は、妻と別居する決まりである。参加者は秘密に関する誓いを立て、旗を上げると呼ばれる。 開始の儀式を経て、踊りの様式を学ぶ。春になるとカルシャリの集団は村々を順番に回り、週末に行われる踊りに参加する。カルシュは男性たちの踊りである。かつては、オルテニア地域の伝統の記録には1から2人の少女を含む踊りがあったが今日では、廃れてしまっている。その事例では、カルシュの踊り手の集団たちが巡っていった村々から、その 踊り手たちによって花嫁としての少女を踊りの技能に基づいて選び出す。選ばれた花嫁はその後3年連続で儀式の踊りに参加することを宣誓する。カルシャリは白いズボンと白いチュニックを着用し明るい色のリボンを帽子からなびかせる。ベルを足首につけて華やかの飾りがついた棒を使い踊っている時に棒を直立させたり、 棒で地面を刺したりする。体を伸ばしたり、高く飛ぶことを強調した踊りは、それ自体が高度に曲芸的であり、アイルランドのケイリーダンスにとてもよく似ている。多くのモリスダンスでそうであるように、多くの伝統的なカルシャリの中には、同契約が含まれている。踊りには、以下の特徴が見られる。儀式の踊りに由来する男性たちの踊りは、 カルパティア山脈地域やトランシルバニアに見受けられる。モルダビアのトライリセスチ、タントロイル、マラムレシュのバーバイティスカル、デスリットといったカルパティア山脈地域の踊りでは、基本的な動作で構成されているのに対して、トランシルバニアのデボト、ヘイダウ、フィショーリアスカといった踊りには、後から複雑な動作が開発されて加えられており、カルシャリの様式に近い。 イングランドのモリスダンスも、その振り付けや、儀式的なソードダンス、衣装などの点で似ている。このことは、カルシャリのような男性の集団の踊りは、単に、ヨーロッパの民族舞踊の一般的な形態であるとも、考えられ、妖精のような一般的な民族信仰ともつながる、可能性がある。また、エジプトのハルガの住人によって、同様のダンスが演じられているが、 振り付けと衣装には少し異なり、その衣装はあまり鮮やかな色ではあない。ありがとうございます。